さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、政治経済学部行ってみたいと思います。本日の全体像ですが、段落は5つ。そして設問形式はこういう感じになっております。もちろん7問全部行きますので、よろしくお願いします。さあ皆さん、第1段落でございます。皆さん、一読をしていただいて、皆さんのこの問いの一番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、まず空欄 A ですが、皆さん、著者の何とかかんとかによって立場、場所が保たれるわけではないですよ。という話ですが、おそらくありがたいことにですね、その右側、この下線部引っ張ったところですね、decide to click again。ここがヒントになってるかと思いますよ。で、もちろん我々の普段の生活でもそうかと思うんですが、クリックするのは you can always decide ということで、自分の意思、自分の意図によって決めるんですよね。ですから、決断そのものは我々自身の意思、意図ですよね。ということは、著者の何とかかんとかによって保たれるわけではないですよ。左右されるわけではないですよ。というふうに考えていただけるといけそうですよね。ですから正解は一発でインテンションですよね。 B が正解ということでよろしいかと思います。つまり著者の意思、著者の意図によって左右されるわけではないですよ。ということは自分自身の意思、意図で決断を下すということですよね。ですから下線部と言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、皆さん、それと同時に空欄 B にはセルフディターミンですよね。ですから自分で決断することはですないんですよね。ということは言い換えはやっぱりこれでいいかと思います。我々のところに送られてくるニュースをウェイティング、待って出るだけなんですよね。ですからそこに自分の決断、自分の意思による決定はないんですよね。ですからこの点点点のところも言い換え可能ということで、やっぱり B が正解ですね。で、皆さん、ヒントにしたところは、例えばこれだったら助動詞の右側、そして否定語から右側ですよね。そしてこのあたりだったら leave 一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて空欄 C でございます。皆さん、問いの2番お願いします。さあ皆さん、おそらくヒントにしそうなところ線引っ張ってみましたが、まずはこのあたりですよね。皆さん、我々の普段の生活の中でもやってるかと思いますが、皆さん、ちょっと立ち止まるんですよね。で、立ち止まって、それをクリックした方が良いか、しない方が良いか、エバリュエート評価、判断してますよね。でも、しかもそのスピードがクイックという話でございます。ですので、それを総合すると、言い換え可能なものが見つかるかと思います。で、皆さん、選択肢の A であれば、アバンダン、捨てるということですね。で、捨てるという一つの側面だけかというと、これですよね。クリックするべきか、しない方が良いかという、二者択一、視点が二つあるんですよね。ですから、一つの側面しかないアバンダンは残念。そして、この C のイグノア、無視するもそうですよね。側面が一つしかないですから、×でいいかと思います。で、もちろん正解は E ということでよろしいかと思いますが、皆さん、選択肢の B のカウント数える話とか、D のウォームリー温かい話ですね。さすがにそれの言い換えはないかと思いますので、やっぱり E でよろしいかと思います。
で、E は頻繁に繰り返すということですが、皆さんこれですよね、クリックする方がいいのかしない方がいいのか、しかも頭を早く動かせて、で、我々は普段の日常生活の中でもそういう行為を繰り返してますよね。しかも頻繁、そうですね、早いからこそそういう行動を頻繁に行っているはずですよね。ですのでこのあたりと言い換え可能ということで E が正解ですね。で、もちろんヒントにしたのは、例えばこのあたりだったら Have to 助動詞の右側、そして Evaluate 一般動詞の右側、そしてさらには Be 動詞の右側ということで情報構造バッチです。さあ皆さん、続いての段落でございます。今度は問いの3番ですね。並べ替え問題お願いいたします。で、皆さん、解説はこの後ホワイトボードでいたしますね。さあ皆さん、並び替え問題いってみたいと思います。皆さん、該当箇所と選択肢ですね、ちょっと書き出してみました。で、皆さん、今から並べていくんですが、皆さん、解説の順番ですね、皆さん、この色で示しております。皆さん、まず第1段階で考えたことはオレンジ、第2段階で考えることは青、そして第3段階で考えることは皆さん緑、この順番で行ってみたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ皆さん、早速行ってみたいんですが、皆さん、空所の左側ですが不三具ということですね。で、皆さん、もちろん三具と言われたら歌ったよー何よーということですから他動詞ですので、皆さん、後ろは目的語がやってくるはずですよね。で、皆さん、選択肢の中で目的語、まあ、つまり目的格、それに相当する語句ありますかと言われたら、まあ、ちゃんと選択肢のいいですよね。皆さん、ゼムが目的格でございますので、ですから、サングゼムということでよろしいかと思います。そして、皆さん、一応他動詞目的語で、皆さん、文系終了しておりますので、ですから皆さん、文系終了、文系完結しましたというサイン、と考えていただけるとよろしいかと思います。そして、その右側はどうなりますかっていうと、皆さん、もう当たり前っちゃ当たり前ですけども、文系に関係がないところを M と呼んでますよね。就職語ということでよろしいかと思います。そして、皆さん、空所の右側も皆さん、また分かりやすいかと思いますので、ちょっと皆さん、このあたりうまいこと対応したいと思います。で、皆さん、わーってという動詞がここに存在しておりますので、皆さん、普通に考えたら、その左側主語、つまり主格に相当する語句が入ってくるはずだ。で、皆さん、選択肢の中で、じゃあ、どれですかと言われたら、選択肢の F ですよね。皆さん、ぜ、もうこれも絶対に主格でございますので、確かに皆さん、それを最優先して、ぜいはとつなげていただけると嬉しいかと思います。そして、皆さん、こちらに皆さん、動詞が存在している、まあ、増えていると言いますか、もっと言うと、皆さん、左側にサングという動詞、そして、さらに右側にはという動詞が増えております。ですから、皆さん、動詞がこういう感じで増えた場合には、動詞と動詞をつなぐ接続詞の働きですよね。それ皆さん、選択肢の中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢で、じゃあ接続詞としての働きをするものどれですかと言われたら、これしかないですよね。after ということでよろしいかと思います。ですから、皆さん、ここに after を入れておきますね。こういう感じでいいかと思います。ですから、after they は点々点ですね。さあ、皆さん、残りの選択肢どうしますかということなんですが、皆さん、ありがたいことにですね、皆さん、from 前置詞くっついております。で、もちろん、今からは M のところを作っていくわけですので、当然皆さん、M と言われたら、前置詞プラス名詞という感じで並んでいくはずでございます。こうですね。ですから皆さん、こうすることによって皆さん、M となりますので、ですから、選択肢の C、from ですよね。ですから、それを皆さん、まずここに入れていただいて、例えば名詞を置けばいいんですが、皆さん、センチュリーズとメモリー。これをどういう順番で、皆さん、これですよね。
from メモリーセンチュリーズにするのか、 from センチュリーズメモリーにするのか、まあ意味的に考えたらですね、まあなんか上の方が良さげな感じはしますよね。メモリーセンチュリーズということです。さあ、メモリー、名詞、センチュリーズ、名詞にはなってるんですが、なんとなくこっちが良さげだ、という感覚を皆さんお持ちかと思いますが、まあ今後のことを考えると、ちょっと皆さん下をですね、確認させていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、名詞が2つ連続した場合ということで、皆さん、メモリー、センチュリーズと同じ現象でございます。で、皆さん、我々にとってですね、おそらく分かりやすいのは、ボーイフレンドとかガールフレンドですね。これが分かりやすいんじゃないかって感じがいたします。で、皆さん、ボーイ名詞、フレンド名詞ですが、我々は何も考えることなく、ボーイ少年の男の子の、フレンド、友人ということで、おそらく皆さん、感覚的にこういう感じに欠けてますよね。ですから、男の子の、友達ということでございますので、ですから皆さん、名詞が2つ並んだ場合は、この1つ目の名詞ですね、今回、ボーイ。それを形容詞的にですね、右側の、つまり2つ目の名詞に欠けてるはずなんですね。ですから、おそらく皆さん、こういう感じ、こういう感じにかかっていくはずです。ただし、ちょっと皆さん例の二つ目見ていただけるといいかと思いますが、皆さん、ランゲージスキルズ、もしくはスキルズランゲージ。これ皆さん、どっちが自然に感じますかね？まあ、なんかこっちかなっていう感じがするかもしれませんが、皆さん、名詞、言語と技術ですね。技術と言語。名詞と名詞は並んでるんですが、ちょっと皆さん、ボーイフレンドと若干違うところは、単数、複数、そうです。複数名詞が絡んでる場合、ちょっとそれが皆さん、ボーイフレンドと違うところなんですね。ですから、皆さん、こう単数、複数名詞が絡んでる場合は、おそらく皆さん、感覚的にこうやってますよね。こういう感じ。ですから、複数から単数には皆さんの持ってる感覚でなんか違うなみたいな感じは皆さん持ってるかと思います。ですからそれを皆さん確信に変えるために、だから単数と複数の場合、皆さんもわかりますよね。複数ってのはこれ S がついている以上、絶対に名詞の働きしかないですからね。ですから、こういう感じで形容詞的に名詞を修飾する、そういう働きをさせることはできないので、ですから、もう一回言いますよ。複数名詞はこういう感じで書けることはできないんですね。ですから、S がある以上、絶対に複数名詞ですからね。名詞になる用法はダメということでよろしいかと思います。ですから、いや、形容詞的な予報っていうのもやっぱダメなので、ですから、こういう感じはダメですよ。ですから、置く場合は単数の後に複数ですよね。こういう順番で皆さん置いていただけるとよろしいかと思います。ですから、皆さんもわかりましたね。メモリーセンチュリーズとセンチュリーズメモリー。もちろん、こういう順番はダメですからね。ですから、複数形は絶対他に名詞としての働きをですね、優先させていただけるとよろしいかと思います。ですので、単数形をこういう感じにかけていくんですね。ですから皆さん正解は、Who sang them from memory centuries after they were…… 点点点ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどと同じ段落でございます。今度は皆さん、問いの4番ですね。お願いします。皆さん、説問の指示にですね、プラトンにあまり同意していない様子が書かれておりますが、それは皆さん本文で言うとこの辺りでよろしいかと思います。で、皆さん、プラトンつながりで皆さん、この段落の一番初っ端ですよね。で、皆さん、ここを読んでいただけるとヒントがもらえますよね。で、皆さん、読んでみると、例えばこれですね。Condemn the invention of writing ということで、皆さん、プラトンはライティングに関して、condemn、批評しております。非難してますよね。マイナス評価。そして、その右側も feared…、feared…、ruin our memories ということで、memories、記憶に関しても、fear とか、
doing でございますので、マイナスの評価をしてますよね。で、皆さん、それに対して同意ができないということは、この C、つまりこの筆者は、プラトンと対立、対比の関係性ですよね。それが皆さんヒントになって選べてると思います。で、皆さん、これは書いていないんじゃないかなっていうところをちょっと先に×をしておきましたが、ポエムとか、リサーチ、急いでる様子ですね。さすがにそれはなさそうですよね。ですから正解は E ですよね。皆さん、ライティングとメモライジングに関して、バリュー、価値を置いてますよね。ですから、プラトンはこういったものをマイナス評価している一方で、この彼女、つまり筆者、作者はそれと対比の関係性ですから、プラス評価、前向きな評価をしているということで、E でバッチリですね。で、もちろん選択肢の B もですね、Has doubts about people…人々に対して疑いを持っていると書いてますが、さすがにそういう話はないですからね。ですからやっぱり E が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたところですが、コンデム一般動詞の右側。そしてこれもそうですね。ルイン一般動詞の右側ということで、情報構造バッチです。そして別の動画なんかでもちょくちょくお伝えはしてるんですが、対比もヒントですからね。今回はプラトンと筆者の対比ですよね。さあ皆さん、続いての段落でございます。問いの5番お願いします。で、皆さん、設問の指示に対応するとこは、皆さん、この段落の一番最後なんですが、皆さん、話の流れをつかむためにちょっと上の方線を引っ張ってみました。で、皆さん、これも我々の日常生活とつながるところがあるかと思いますので、イメージはしやすいかと思いますが、例えばこのあたりですよね。Most of us stay connected ということで、我々の大半は当然つながり、インターネット上のつながりは常に持ってる様子ですよね。ですが、実際はということで、インファクトなんですよね。で、これは後でまとめようと思ってるんですが、インファクトの前後は対比、反対の関係ですからね。で、もちろん対比になった場合、その対比を含んでる文章中、それがヒントになってきますからね。で、皆さん、読んでみるとこれですよね。あなたが受け取るメールの半分ぐらいですね、スパムメールだということです。ですから迷惑メール、どうでもいいということですよね。ですから、つながりを持ってたとしても、ほとんどはあまり関係がない、無意味なメールだ、というふうに考えていただいて、選択肢選んでいただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、これもヒントですよね。皆さん、need not stay much longer、点々点ですね。つまり、長い間、インターネットカフェですよね。そこに滞在する必要性はありませんよ。なぜなら受信する情報があんまり有益じゃないからですよね。だからこそここにもつながってくるかと思います。皆さん、インボックス受信トレの中のマガジンはイグノア、無視していいんですよね。さあ皆さん、それで選択肢どうでしょうか。で、皆さん、選択肢の A だったら、例えば educated people の話がないですし、選択肢の D、do you more harm than good? 有害無益。インターネットは有害無益だ。という話も書かれておりませんし、これはそうですね。区別するのが難しい。という問題も全くないかと思います。ですから正解は C ですよね。Our worries over not being connected all the time ということで、いつもつながりが持てていないことに対する心配というものは unreasonable、 理にかなってませんよということですよね。ですから、つながっていたとしても半分はどうでもいい情報なんですから、つながっていないことに対する心配は無用ということでよろしいかと思います。
で、皆さん選択肢の B は No one can stay connected 24 hours ということで、24時間つながり続けることができる人は誰もいませんという話はないですからね。ですからやっぱり正解は C ですよね。で、ヒントとしたところは、例えばこの辺りだったら小一般動詞の右側、こちらは B 動詞の右側ですね。そして need と否定語から右側、そして means 一般動詞の右側ですよね。情報構造バッチリです。さあ、続いての段落でございます。問いの6番お願いします。で、皆さん分かりやすいのはザットプレジャーですよね。これがあるということは C の手前にプレジャーに関する語句があるというサインですよね。で、皆さんありがたいことに選択肢の B の文末にあ、ギルティープレジャーという話がございます。これがあるからザットプレジャーにつながるんですよね。で、残りの A ですが、これをどうするかということです。もちろん A、B、C の順番になる可能性もあれば B、C、A の順番になる可能性もありますよね。で、皆さんありがたいことに空手の右側に The First Cigarette、 タバコの話が書いてますよね。で、皆さん選択肢の A のスモーキング、喫煙、タバコですよね。ですからこういうふうに言い換えがなされていると考えられますよね。ですが正解は B、C、A ですよね。その順番で言っていただけると A の次にこっちにつながりますよね。バッチリでございます。で、皆さんヒントにしたのはクイット一般動詞の右側、これもそうですね。サティスファイ、そしてディナイ、一般動詞の右側ということで情報構造バッチリです。それでは最終段落でございます。問いの7番お願いします。で、皆さん設問の指示に対応するところがですね、皆さんここに該当いたしますので、その右側を読んでいただけますと正解が見つかるかと思います。で、皆さん最大のヒントはこれですよね。 Less is necessary、 あんまり必要ないですよということですね。これで皆さん一発でいけそうですね。ですから正解は B ですよね。ハブレス、多くを持たないということですね。で、ヒントの場所ですがこれですよね。否定語から右側ということで情報構造バッチリです。サムさん、お疲れ様でございました。政治経済学部全部扱いましたが、皆さんやり方は他の学部もしくは他の大学とほぼ同じというふうに考えていただいてよろしいかと思います。ですから特になんか特殊な方法が必要というわけではないんですね。ですので皆さん、ヒントはいつも通り情報構造とそして対比ですよね。で、皆さん、先ほども出てきましたが、皆さん、インファクトをですね、ちょっとこれも大事だよ、ということを意識されていない方、多いんじゃないかって感じがいたします。で、皆さん、A、インファクト、B であれば、まあ、普通は、A、実際は、B というふうに訳して、はい、終わり、という方は多いかと思います。でも、ちょっとやっぱもったいないんですね。ですから、皆さん、A、インファクト、B、A、うにゃうにゃ、実際は、B、というふうに解釈しておいた方が今後につながるかと思います。ですので、おすすめの和訳は、皆さんこれですよね。A、ところが実際は B ということで、前後は対比の関係ですからね。ですから、この反対を表すインファクトを含んでいる文章中、これがヒントになってくる可能性が極めて高いですからね。ですから、今後もこのヤダッチとスタディでは、この対比、これを中心にですね、皆さんにお伝えしていこうかと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。